皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはグリーン周りのアプローチについてレッスンをしていきます。このグリーン周りのアプローチで、しっかりと覚えておいてほしいことは、手首の角度を変えないこと、そして両肘を曲げないこと、これを意識することで、正しく簡単に、アプローチを作ることができます。このようにですね、まずスタンスは狭くしていただいて、左肘はしっかりと伸ばすような意識で構えてください。右肘は軽く曲げていて結構です。このように構えていただいたら、このアドレスで作った腕の形、手首の角度、フェイスの向きっていうのはスイング中に変えることがありません。変わることはありません。このように構えていただいて、右肘が例えば引いてしまったり、ここでヘッドがこのように張ってから離れていってしまったり、手首が動いてしまったり、またインパクト、フォローから肘が抜けてしまう、こう感情を出してこのようになるということはありません。一番オーソドックスに基本的なアプローチとしては、まず覚えていただきたいのは、左腕右肘の角度、手首変えないように体を回すだけです。このように回すだけで、実際に簡単にボールを打つことができます。もう一度打ってみます。で、今回チェックしていただきたいのは、まずバックスイングで右肘が曲がる人が非常に多いので、ここをあまり腰までの高さの時は曲げないように意識をしてください。ここの肘ができているこの角度のままバックスイングできているかどうか、またフォロー打ち終わった後にこの左肘が引いていないかどうかっていうのを確認してください。左腕を伸ばしている、右肘は軽く曲がっている状態でターンをするだけです。この時に左肘曲がっているとトップしてしまったり、ダフってしまったり、いきなりヘッドが加速してしまったりしてしまいます。このオーソドックスな、アプローチですね、しっかりと打てるように練習をしてみてください。肘の角度、手首の角度、注意をしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。